はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さんイベント攻略の方はいかがでしょうか。今回ね、滅竜士の特別編ということで非常にね盛り上がっておりますけども、今日はですねイベント後半の追加要素、追加キャラ、一体何があるのか、このあたりの話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。あくまで予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。今回はですね、滅竜士特別編ということで、福利優とオロチ柊ということで、若彼氏頃の福利優と幼き頃のオロチ柊の出会いを描いた特別編。結構ねストーリーはねいいんですよ。これ映画化してほしいよね。後に滅竜隊の総隊長となる福利優、そして滅竜2番隊隊長として紫竜との戦いに命を落としたオロチ柊、2人の間にどのような過去があったのかということで、そう言われてみると思い出してきました。滅竜氏だいぶねストーリー間が空いてるんで忘れかけていたんですけども、まずですね、今回のイベントの難易度は、さあ皆さんイベントの難易度いかがでしょうか。正直これはねガチャで特攻キャラをゲットできたかできないかによって難易度は大きく変わるんじゃないかなと思います。まずはですね、半蔵、弱い方のおはじきのね敵の HP をね見てみましょうか。これはですね、まあ、前回と全く同じと、レベル1から50まであって、まあ今ね僕がレベル40あたりなんですけども、もう HP えぐいね、特攻あってももう全然倒せません。1日に何回倒せるんだという状況にはなってきています。40でだってもう HP5 万ぐらいいってるからね。マックスの50で5万5千でしょ、やばいよね。で倒したはいいが、ダークには出るかというと結構出なかったりするんだよね。やばいよやばいよ。でダークニャンの HP なんですけども、こちらはですねレベル1から10まであって、レベル10で HP が78万ということで、前回のねエヴァンゲリオンとのコラボイベントの時に比べると少し下がってる、まあ、前回ちょっとやりすぎた感があったんで、まあ、若干下がってると言ってもですね、あの仮面ライダーオーズの時のね、仮面ライダーとのコラボイベントの時と HP は同じですね、全く同じということで、おそらくレベル6あたりからは特攻がないと本当に立ち行きません。まあこの難易度を見るとね、やっぱり途中追加のキャラあるのかなっていう気がする。じゃないとこれほとんどの人が死亡ですよ。これはだからガチャで爆死した人の救済策、いやガチャでキャラ引いてもですね無理ゲーなんで、これはあるかなと思います、難易度的にはね。そして裏マップのレイなんですけども、封印バトルということで、いつものように封印はまあほぼ前提かな。まあただ裏マップの敵は倒さなくてもなんかワンチャンありそう、まあそんな感じです。で特攻キャラはガチャからのこの福利優ちゃんと、まあおはじき報酬ということで、で仲間にできる、今回ねこのレイ非常に使えるキャラなんで、ここはぜひともゲットしたいところ。そして前座がね強いんですよ今回、1-1の徳川埋蔵。このステージはですね攻撃力アップが使えるので、攻撃力アップをね、まあ少しの間攻撃力を大幅にアップするキャラを持っている人はそれを使えばいいし、持っていない人はまあ2回3回と重ね書きしていけばおそらく届くんじゃないかなと思います。で問題はこっからですよ、 1-2 闇キュービね。このランク Z 縛りはどうなんでしょうね、僕はまだ倒せていません。まあコメント欄とか見てると、やりようによってはギリ倒せる、結構育成しっかりしてあればギリ倒せるっていうね感じ、微妙な難易度設定にしてきているのかなと思います。まあ特攻の草薙くんがあればねいけるんじゃないかと思いますけども。でこっちね、一ノ瀬さんのダークニャンもっとやばいよね、ダブルゼータ縛り、特攻ないと本当倒せる気がしねえぜっていうね。ただですね、特攻このGさんとねキュービね、特にこのウィス総隊長むっちゃ強え、特攻があったら正直もう育成とかパーティーとかもう関係ないです、まあほぼほぼ倒せるっていうね難易度なんで、
何なんでしょうねっていう感じはする。特攻なしはね、まあ倒せないことはないんだろうけど、結構難易度高めかなと思います。で、追加キャラはまあここまで難易度を見てきていると、追加キャラあって当たり前、相当強キャラ、しかも1体なのか2体なのかっていうね感じはしてくるね。イベントのね告知画像を見ていきましょうか。これを見るといつもよりちょっとキャラ少ねえぜ、でなんか登場してきそうな感じがするんだよね。まださ、このイベントには出てきているけど、あのプレイできないキャラってのがさいるんですよ、2体ほど。なのでそのあたりがプレイアブルキャラとして来るんじゃないのか、なんかそんな風にねちょっと考えています。今回のねイベントでの妖怪大辞典の追加は10体でした。あれね、10体も出てないよね。トリプルゼータのニョロロン族まだ出てないんじゃないの。ダブルゼータのニョロロン族まだ出てないんじゃないの。しかもニョロロンだからさ、あの人とあの人がなんか出てくる雰囲気プンプンしてるんだけど、僕の予想はですね、まずは近日覚醒週、こちらがですねイベントの中では登場しているんだけど、まだプレイアブルキャラとしては登場していないんだよね。でしかもさ、イベントの登場が結構ちょい出しみたいな感じなんか匂わせ的な感じしかなんだけども、ストーリー的には結構鍵になるキャラっていうね感じなんで、させないということで、これはねなんか来そうな気がする。そしてこの見た目オーラから言って、これトリプルゼータで来るんじゃないのかっていう気がするね。でまあニョロン族、まあ予想にはなりますけども、必殺技はおそらくスーパーフィーバーかな。そしてスキルはですね、自身をつなげた時にサイズアップ、そして追加スキルがあるんじゃないかと思ってます。ニョロロンの種族効果アップ、ちょっとわかんないけどね、追加スキルもしかしたらないかもしれません。で特殊能力はまあもちろんね、ダークニャンに対して特攻、そして裏ステージのレイに対して特攻と、まあいわゆるほぼ全部入りみたいな感じで来るんじゃないかなと思います。まあ入手方法はこちらですね、メツリウシ超ニャンボガチャ、まあトリプルゼータね、もうすでにイベントでは2体出てるんで、これニャンボで来るんじゃないかなと思います。となるとちょっと待ってよ、ニャンボで来るとなると、特殊能力はさ、まあイベントとは切り離してね来るんで、このダークニャンレイ特攻よりも獲得 Y ポイントアップショーの方の可能性が高そうだよね。いつもでそんな感じで来るんで、じゃないかなと思います。でもう一体ね、ダブルゼータの方は近日オロチシュー、こちらもですね、まあイベントの中ではちょい出し来てるんだけど、まだプレイできるキャラとしては来ていないので、来るんじゃないかなと思います。まあ、ダブルゼータのニョロロン族、必殺技はタップでデカップに周囲を消す。スキルはですね、技ゲージが溜まった状態でスタート、そして追加スキルで復活があるんじゃないのか、どうなんでしょうね。もしこの組み合わせで来たら結構ぶっ壊れ、ダブルゼータなんだけど結構強いよね、タップでデカップになしね、スコアタなんかでも使えるんじゃないか。で途中追加のキャラなんで、まあ特殊能力としては全部入りのダークニャンレイ特攻で来るんじゃないのか、もしかしたら裏マップのね敵に対してもなんか特攻チッコーのついてくる可能性はあります。裏マップ強いからね。で入手方法はもちろんこの後来るであろう追加ガチャで来るんじゃないかなと思います。そしてですね、もう一体もしかしたら、まあ、これあくまで僕の予想にはなりますけども、もう一体ね来るんじゃないのかってね噂されているキャラがあります。近日草薙くんということで、最近ですねドラマね、これ僕ハマってるんですよ、個人的な話で申し訳ない、罠の戦争ね、結構ねこの騙し合いみたいな感じがいい感じで、草薙くんもねいい味出してるんで、もうワンチャン来るんじゃないのか。でですね、今回のこのねダブルゼータオロチなんですけども、必殺技とスキルで、まあ、全く同じ組み合わせってのがね少しあります。まあメラポレオンね、まあ、ちょっと種族は勇ましで違うんだけど、
まあ、タップでデカプに周囲を消す。そして自身のデカプニを消すと HP 回復、そして復活のダブルスキルということで、まあこの辺りのキャラに近い感じで来るのかな。サポートとしては非常に強キャラ、もしくはちょっと SSS ランクなんだけど、キキララキラコマもちょっと近い感じで、タップでデカプに周囲を消す、そしてスキルが復活というキャラ。最近でもこのキキララキラコマ使ってないけどね。まあその他に同じような必殺技でランクの高いキャラとしては、まあタップでデカプニ自体はね、ダブルゼータ結構あります。このアメミヤアーサーとかね、この仮面ライダークーガアルティメットホーム、そして大都督ヌラリヒョンなんかも同じ必殺技かなと思います。まあこのあたり追加キャラなんで、やっぱりね途中追加のキャラってね、運営これちょっと意図的にやってんのか分かんないんだけど、優秀正直優秀だけど、ガチャワイポイント的にはね、非常に回すのがね厳しいとこなんだよね。だからそこが難しいんですけども。であとニョロロン族に関してはですね、このタップでデカプニに関してはこの標準オロチとかね、妖魔人キャラ、あとは大王銀将玄武、この辺りもねタップでデカプに同じ必殺技かなと思います。あとはですね、このナンダリオーマ滅流しキャラですけども、タップでデカプに周囲を消す、そしてスキルが自分以外の妖怪が必殺技を使った時に自身の技ゲージが溜まると、ニャーケービッグにランク Z なんですけども、こちらもタップでデカプに周囲を消すと。タップ消しはね結構使いやすいよね。スコアタなんかでも使いやすいし、強敵相手なんかでも結構使える。あとはね最近出てきたオロチ汚れ、こちらはですね、まあ、ニョロロンの復活、ニョロロンの復活キャラってあまりいないので、まあ、今回ニョロロンの復活持っていない人はね、ちょっと狙ってみるのもいいかもしれません。あとはこのジョカね、ダブルゼータ三国志キャラ、ニョロロンの復活です。あと暗黒弱竜衆別ルシキャラなんですけども、こちらもですね復活があります、ワンチャンあります。なので、まあ、この辺りのキャラ持っていない人は特にちょっとね狙ってみるのもありかもしれません。さあ皆さんはですね、今回のイベントの難易度どうですか？そして追加要素何が来ると思いますでしょうか？コメント欄で教えてください。まあ、滅流しニャンボ、そして復刻キャラの話はですね、まあ、ちょっと長くなっちゃうんで、また別の動画でねじっくり話していきたいなと思います。